はい、今時刻がね、7時45分。ほんまだったら、6時ぐらいには網させたかったんだけど、網持って、ここの川べりに降りよう思うたら、散歩のおじさんが来て、立ち話40分ぐらいずっと、しょったけ、遅くなったんだけど。じゃあ今から、ここをね、縦網を6畳ぐらい張って、鮎を取っていきたいと思います。はい、網を張り終えました。上流はね、この指の先。これぐらいの位置に1本で、ここ2本で、だいたいこの辺3本で、もう1本はあのチャラチャラしとる背のところにもう1本。全部で何本？1、2、3、4本か。ほんまはね、6畳持ってきとるつもりだったんだけど、ちょっとね、朝バタバタしとって2畳忘れとるけ、ちょっと数が少ないけ、ちょっとこれでしばらく様子を見て、かかり具合を判断して、あのどうしようかな、下流の網をもうちょっと詰め気味に張り直そうかな。ちょっとしばらく様子見たいと思います。よし、じゃあそろそろ回収してみようかね。あ、おった、1匹目、幸先速攻いい方、ほらいいね。ちょっと秘宝があって、今さっきあの犬の散歩をしょったおじいさんに話を聞いたんだけど、もうここはね、やっぱりあの夜の火振り漁、あのライト照らしてやる漁の解禁日に夕方6時過ぎ頃から網を張りおったでっていう情報を聞いたんで、まあここは間違いなくもう夜のね、網が入っとる。じゃけ相当数減っとると思うんだけど、まあ移動するんがめんどくさいけ、一応やってみたんだけど、いい方が取れてよかった。とりあえずは、そうじゃね、23、4センチぐらいはある。立派立派。あとはかかっとりそうにないね。ここ今結構水深があって胸ぐらいまであるんだけど、降りそうにないね。次の網見てみよう。はい、次の網。お、なんかかかってる。あ、バスじゃ、バスがかかっとる。ほら、あ、逃げた。ブラックバスがかかっとったわ。かかっでないね。やっぱりね、あの網が入っとるけ少ないんじゃろうな。しかも夜に網が入っとるけ、日中よりかなりの量が取れるっていう夜にね、やられとるけ。次、一番最下流の網。この辺網跡結構あるけね、まだ新鮮なのが。ここの一帯の浅い場所にはまだ残っとるかもしれん。もしかしたらね、あのあっちの上流のトロバがおらんかったら、網を全部をね、こっちの浅い瀬の方に移動させてこよう。これはちょっとまずいね。鮎が全然かかっとらん。どうしようかな。やっぱりね、あのおじさんからもうここは網が入っとるでっていう話聞いた時点で場所変えとけばよかったの。でも時間ないしね、やるしかなかったんだけど、こっちの浅い瀬に移動してこようかね、全部網を。はい、網全部回収しました。あのね、網回収しおったらね、やっぱ鮎が何ぼかかかっとった。ほら、ここ、1匹。で、ここにも、2匹。この網にも、これね、ほら、ここに、1匹。これね、バスがかかっとった。ブラックバス。1匹。バスが2匹。3匹。バスが3匹に、アユが2匹かな？いや、3匹おるわ。3、4匹ぐらいおるか。ちょっとわからんわ。これ、この辺映っとるの。アユね。4匹ぐらいか、この網は。この網にも、ほら、でっかいのが、でっかいアユが2匹かかってました。ラッキー。一応ね、ノルマが、店が15匹は欲しいって言ったんで、まあ、15匹。で、あとプラス、うどん屋に、今日はね、鮎の天ぷら出そうと思うんだけど、天ぷらと塩焼き、10、20の30。まあ、30から40匹は欲しいところなんだけど、まあ、いかんせんね、やっぱり、網が入った後じゃけ、ちょっと厳しいかもしれん。まあやれるだけやってみて、居酒屋を優先して、で残ったやつはうどん屋に出すっていう感じで、行けるだけ行ってみよう。今外し終えたんだけど、アユが 1、2、3、4、5、6、7、8。 バスはね、2、3匹はもう外したんだけど、そのうち1匹網外しおったら、ほら
こういう感じでね、胃袋から小魚が出てきました。このバスはね、昔中学校の頃とか小学校の頃、いつも自転車漕いでから竿とルアー持ってその辺チャリで走り回ってバス釣りを楽しみよったんだけど、まあ今頃アユの漁をやり始めた時に、やっぱりアユを放流したらこのブラックバスにアユをね食べられるとか、まあバスだけじゃなくてあのカワウとかニゴイとかナマズとか、まあいろいろおるんじゃけど、天敵はちょっとね、バスにとってはねかわいそうな話なんだけど、人間が持ってきた害らしいけどね、これもじゃけど、まあ見つけたらね、なるべく駆除するようにしています。よし、ちょっとねもう時間がないけ急いで、今ねここ1本だけ残して、あとの上流は全部回収したんだけど、この1本から徐々にこう下流にやっていこう。まずね、一番最下流になる網を仕掛けてアユを閉じ込める。結構な浅い瀬なんじゃけど、とりあえずまあここをせき止めときゃ、あと中にアユ閉じ込めれるけ一網打尽の予定よし、じゃあねちょっと時間置いたんで確認します。かかってないかな。かかってなさそうじゃねえ、この網は。かかってないね。もう一本下見てみよう。これも今のところかかってないね。うわー、なんか取れそうにない気がしてきた。やべえ。はい、じゃあ次の網。ここもかかってないね。乗らんか。はみ跡があるんじゃけど。じゃあここがね、一番最下流の網。あ、おったおった。一匹かかっとるわ。とりあえず一匹はおったんじゃけど、これじゃノルマ達成できそうないな。やばい。とりあえずね、居酒屋の15匹は何が何でもクリアしたいんだけど。はい、結構いいよ、これも。ちょっと、とわみもやれないけんかな、これ。そうだね、この辺の背をね、とわみ打ってちょっと攻めてみよう。このままじゃね、数が足らんけ、やばいわ。よいしょ。せーの。よいしょー。あ、もう、追い川はすぐかかっとんじゃけど。問題は、アユがかかれないね。あ、アユ、おっとおった、アユおるわ。よし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 。アユおるわ。入った入った。アユ入っとるよ。ちょっと怖いね、これ、肩が。ほら、アユ。アユと、これはね、アブラハヤ。とりあえず一匹。一投目で一匹、ええじゃん。ちょっとしばらくこの背を攻めよう。せーの。よいしょー。威勢はええんだけどね。ああ、入ってなさそうだね。キラキラしてない。もうとわみは諦めたけ。もう一回、見て回ろう。あ、かかっとるけど、追い川じゃねえ。はい、綺麗な追い川。あ、おったおった。おったおったおった。よかった。一匹かかっとる。結構いい味じゃない。肉厚。よかった。一匹一匹が大事な勝負になってきとるけ。ほんまね。網さえ入っとらんかったら、がっぽり取れとんだけど。はい。いいね。じゃあ次上、もう一個ね。お、あこ、かかっとるわ。白いのが見える。ここの浅瀬はおらんね。あいつだけか。あ、綺麗な卵。これもね、追い川のオスみたいに綺麗な虹色みたいな感じ。めちゃくちゃ綺麗。これオスです。よし。うわぁ、くるくるパーになってる、くるくるパーに。貴重な一匹。はい、ゲット。15匹いったかな？あ、もう一匹おった。ラッキー。これいったんじゃない？ 15 多分。行ってないか。あと一番最上流の網、それ見てね。もう15匹もし達成しとったらもうこれでやめます。一番上の網おらんかったわ。ちょっとアユ数えてみるか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。 そう、一匹たらん。どうしよう、もうちょっと粘るか。もうちょっとで昼じゃしの。まあ、夕方までタイムリミットあるんじゃけど。まあ、もう一匹取るまでやるしかないの。よっしゃ。どうもー。毎度。はい。持ってきたよ。不良だった。どう
そうそう、先に網刺されとったらしいけ、散歩のおっちゃんから聞いて、もうちょっと早く聞いとったらね、やらんかったんだけど、なんとか取りましたわ。うん、どうして。あ、でも大きい結構ね。こまめなのが欲しい。弁当、弁当に使うけね。はんはん、うん、まあほんま欲しいだけ取ってください、うん、これぐらいって全部もらうから。うん、残りは残ったで夕方バーベキューするけね。こまえの焼いて食べる。あ、そうだ。うん、こんだけでいい。うん、いいよいいよ。まだまだでも今から今のこのお茶いうか。うん、まだまだ今から、まだまだ、ね、うん、大きもっと大きくなってくるけ。無理言うときしたんだけど。ああ、すいませんね。いやいやいや、ありがとうございます。いえいえ。じゃあまた。またまた。え、明日から休み？明日から休み。あ、そうね、うん、いつから営業再開するの？ね、木曜日から。ああ、19、17か。ああ、10月か。10月から再開する。了解です。じゃあまたそれから。そうそう、それぐらいにでき欲しいよね。それ欲しいぐらいにまた、うん、うん、了解です。でもそれ前にもし行くでいいことがあって、うん、あの、まあ、おるけこの辺に。ああ、うん、持ってこい思うんだけど、ただ連絡くれたら。ああ、了解、うん、はい、わ、うん、かりました。はい、どうもです。はい、すごい、10匹ぐらいで3000円。